ルボフ・ソコロワは、ロシアの女子バレーボール選手。モスクワ出身。愛称はリューバ。元、バレーボールロシア女子代表。結婚により、シャチコワと登録名を一時変えるも離婚により現在は、ソコロワに戻しているが、近年は、ルボフ・シャチコワと登録されて、シャツネームを、ソコロワにしている。トルコ人と結婚していた際は、ルボフ・クルチという名前で登録していた時期もある。 ロシア語の発音をカタカナにするなら、ルボーフィ・サカローバが近い。18歳で、ロシア代表に選出され、1996年、アトランタオリンピックにセンタープレイヤーとして出場。1997年に結婚し、男児を出産。翌1998年にウィングスパイカーとして、スタメンを獲得すると、攻守のようとして、大活躍。長身でありながら、レシーブ力にも優れ。 セッター以外どのポジションもこなせる、オールラウンドプレイヤーである。1998から99年に V リーグの日立ベルフィーユでプレーした経験があり、関東賞を受賞。1999年ワールドカップでベストスパイカー賞を受賞した。2000年シドニーオリンピック、2004年アテネオリンピックで2大会連続銀メダルを獲得し、 2006年世界選手権で金メダルを獲得した。2007年のワールドグランプリ、ヨーロッパ選手権ではキャプテンを務めた。2008年の北京オリンは復帰したエフゲーニアエステスと対角を組んだが、同大会の準々決勝で開催国、中国にストレートで敗戦、ベスト8とマリーで3大会ぶりにメダルを逃した。その後は代表から外れたが、2010年夏に代表へ復帰し、 同年の世界選手権で2大会連続の優勝へ導いた。2012年のロンドン五輪でアトランタ大会から5大会連続の出場となった。2010から11シーズンよりトルコリーグの強豪フェネルバフチェへ移籍し、2011から12シーズンの欧州チャンピオンズリーグで優勝した。2012から13シーズンからエジザージュバシュに移籍した。 2013年11月のグラチャンで代表に復帰し、公守に渡り、エースとして活躍した。その後は、代表から離れていたが、2016年のリオ五輪、欧州予選で、再び代表に復帰し、出場権獲得に貢献したが、本大会には参加せず現役引退を表明した。ありがとうございます。